はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ということで、本日はですね、美からやってまいりました。はい、美から最終上限解放なんですけれども、いや、めちゃくちゃ強いね。これやっぱ12神将、年一のね、12神将の最終上限解放ということで、まあめちゃくちゃ魅力的な性能だったんで、まあ注意点、こういうところもあるよっていうところとか、相性いいキャラとか、まあこれ良くねみたいな話とかをしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まあ美から、性能としては、奥義効果が、闇属性ダメージ特大、敵のすべての攻撃を回避だったんだけど、2番目のアビリティが発動っていうふうになってます。まあ2番目のアビリティっていうのがエンチャンテッドドリームなんだけど、これもレベルによって強化されましたね。ユートピア発生時、このアビリティがエキセントリックパレードに変化するっていう風になってんだけど、これめちゃくちゃおもろい、このアビリティ。というのはどういうことかっていうと、フルオートでも発動するようになったんだよね。フルオートのアビリティって、回復アビリティとフィールド発生系のアビリティって、フルオートだと発動しないんだけど、エンチャンテッドドリームを使った後に、エキセントリックパレードになると、強化アビリティになるんですよね。ちょっとじゃあまず奥義演出見てもよろしいですか。はい、これで奥義打つじゃん、奥義打つじゃん、奥義打つじゃん。でここよ、また太もも出てらこいつ。またこいつ太もも出てる。で、これで、ニアビが自動発動。2番目のアビリティが自動発動する効果によって、まあ、ビからはニアビが使われたじゃないですか。で、こうなると、ほら、強化アビリティになったんですよ。そう。で、これは、エキセントリックパレードは別にフィールドを張る効果じゃなくて、フィールドに反応して強化アビリティを打つ効果。闇キャラに闇属性追撃効果、火ダメ減少効果、HP 回復っていうのがついてるから、まあ、つまりはどういうことかっていうと、こうやってフルオートしてたら、ほら、自動で使用するんだよね。これめちゃくちゃ面白いよね。今までになかったタイプ。ああ、これで自動で使われるんだっていうところで、まあ、ちょっと魅力を感じたな。うん。奥義を使った後にニアビを使用するっていうような感じですね。はい。で、3アビは変わらずで、4アビが、要素向上。まあ、これ4アビ新しく取得したやつだね。闇キャラが敵のすべての攻撃を回避1回、単身工事攻撃行動を2回行う。味方全体のテンションが4の時のみ使用可能ということで、まあ、テンションが4の時のみだけど、全体回避1回と単身工事攻撃行動を2回行うっていう風になってます。まあ、シスとかとは特に相性いいかな。まあ、シスってやっぱサポートアビリティで攻撃を回避した時に、敵に6回闇属性ダメージとかもあるんだけど、まあこういったのがあるから、うん。まあシスとかとは割と明確に相性がいいかなっていうような感じがしたね。はい。で、サポートアビリティ、ネズ神宮の主、攻撃開始時フィールド効果、ユートピア発生中、自分が確定 TA、敵耐震アップ、回避率アップ、奥義発動時、味方全体のテンションアップ、ディスペルガード効果ということで、めちゃくちゃありますね。まあこのディスペルガード効果っていうのが、まああの、新しくついた効果になってて、まあ古戦場の場合、前回の闇売り古戦場ってカシウスが採用されてたんですよね。理由としては敵の、敵耐震違うわ、敵が特殊技を使用後に1アビのディファレンシャルが即時使用可能っていうアビリティがあって、まあ、ディスペル要因としてカシウスが使われてたんだけど、それ以外にもビカラもその時使われてたんですよ。そう、ビカラって回避成功時にディスペルをかますっていうこのビートザマウスがあるから、まあ、これによってですね採用されてたんだけど、さらにディスペルガード効果もついたことによって、まあ次の闇売り古戦場だったら、まあ、カシウスもいいけどビカラも良くないみたいな感じになるかなっていう風に思いましたね。うん。まあそんなわけで、まあいろいろと、あとリミットボーナスアビリティでユートピア発生時、ニアビ発生時に持続性追撃効果っていうのもあるので、まあ追撃もついて火力も高めだしっていうような感じかな。デメリットを挙げるとするのであれば、まあちょっと、制御できないタイプだね。というのもテンションって、まあ最初に何歩つくのかがランダムなんですよ。テンション最初に4つくのが 5% だか 3% だかぐらい。まあめちゃくちゃ低いんですよね。でまあ5、6割ぐらいでテンション1。で、まあ、1、2割ぐらいで、まあ、テンション2。で、まあ、10% ぐらい、10%、15% ぐらいでテンション3。うん。っていうような感じなんですよ。で、まあ、テンションが初手で、どうやって、まあ、テンションってそこからさらにテンションを重ねると1上がっていくっていう状態になるのね。だから最初が1だったら、2、3、4、トゥルントゥルントゥルンっていう風になる必要があるし、うん。
で、まあテンションが2だった場合3、4、トゥントゥンっていう風になるわけだし、テンション3の場合は3、4っていう風になるから、まああのちょっとテンションの上がる部分っていうのが制御できないから、少しランダム性の強いキャラクターになってるかもしれないね。うん、まあだから4アビを制御できないなっていうのは、押さえておいた方がいいかもしれない。高難易度とかだったら、まあ普通に自分のタイミングで使ってあげることができるから強いんだけど、まあそのあたりはちょっと制御できないかなっていう感じ。それ以外だったら、フィールド系統のアビリティキャラクターになってるので、フェディエルと相性が悪いっていうのは言われてるね。そう。フェディエルの3アビってすんげー優秀なんだけど、まあフィールド効果ってどっちか1個。で、相手もフィールド1個で合計2個とかだったかな。フィールドって合計2個ぐらいまでしかつけられないんだけど、まああの、こうやってすでにフェディエルが3アビを使っていた場合は、よいしょ。フェディエルが3アビを使っていた場合は、2アビのエンチャンテッドドリームはノーエフェクトになります。はい。まあ、最初に適用されているフィールドが優先されますね。だから、ビカラが2アビを使っていた場合は、フェディエルの3はノーエフェクトになるし、はい。まあ、ここら辺はなんか、上書き強度とかはなくて、最初に貼られているフィールドの方が優先されるっていうような感じですね。何せよ、ちょっとフェディエルとは相性が悪いかなっていう感じ。まあ、ただ、フルオートで考えるのであれば、まあ、フェディエルの代わりは結構いくらでもいて、うん。まあ、例えばリッチョ。俺普通にリッチョでもいいと思うね。まあ、普通にリッチョ入れて、まあ、奥義の加速させてあげてもいいし、まあ、リッチョ自体が奥義ゲージ溜まりやすいキャラだから、まあ、そこら辺を加速させてあげる。ビカラの3アビの1年の夢で加速させてあげるっていうのもいいし、まあ、例えばだけどフェディエルに貼れるよっていう風に言われて、まあ、少し前に注目を浴びているキャラクターといえばもちろんコウ君ですね。うん、こうやってコウ君を入れてあげて、まあ、フィールド張らないけど耐久力高いよねっていうキャラクターだから、まあ、コウ君をぶちかましてあげるっていうスタイルでもいいと思う。うん、まあ、あの3アビが全体カバウなので他のキャラクターに回避が行きづらくなるっていうところはデメリットになるかもしれないんだけど、まあこういう形とかもありなんじゃないかなと思います。はい。まあ、あとちょっと話に、上がってたのが、このキャラクターがこの最終上限解放が出た昨日の時点で上がってたのが、アンスリア入れた方がよくねみたいな YouTube のコメントでもあったんですよね。アンスリアの評価が高いみたいな。でも俺はあんまりアンスリアはめちゃくちゃ欲しいなっていう感じはしなかった。まあ回避に影響あるタイプのキャラクターではあるんだけど、まあアンスリアを絶対に入れたいっていうような感じではなかったかな。テンションが上がるっていう部分も優秀なんだけど、テンションが上がったところで結局ビカラ一人でテンション全体4にするっていうのは、まあめちゃくちゃ難しいわけじゃないんですよね。だからまあそこら辺考えると、まあビカラ単体でも全体テンション4、フルオートで考慮すると全体テンション4っていう事柄自体が制御できないっていうことも考えると、まあ俺はですね、テンションはビカラの気の向くままにお願いしといて、まあ、テンションアップ要因とかを新たに追加する必要はないのかなって思ったりもします。はい。だからまあコウ君とか、まあもちろんハルマルとかでもいいし、まあここは自由枠のリッチョとかでもいいし、まあシスでもいいんだけどね、もちろん移動させるのは。ということで、まあ割とこんな感じでいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい。ということで、ちょっとお試ししてみましょうか。まあ今回武器編成はね、まあメイン武器ちょっと変な武器つけてんだけど、リミ武器つけてんだけど、私ソロ戦なんで、まあすいません、はい、リミテッド武器がね、ペイン&ストレインですね。このペイン&ストレインぶち込んで、まあ、それ以外はなんか変な謎武器を突っ込んだアビリティダメージ特化構成ですよ。はい。じゃあちょっとこちらの方で、様子を見に行ってみますか。畑の様子をね、メタトロンの様子を見に行きましょう。メタトロンという名の畑の様子をよろしくお願いします。レッツゴー。はい。でもね、これちょっと触って振ろうとしてて思ったんだけどね、俺マナダイバー好きだわ、マジで。ミザ君のマナダイバー推しがね、どんどん加熱している、うん、今回もちょっと見せたいですね。さあこれでミスト打ちまして、防御弾外れました。防御弾外れたんでちょっとなかったことにしようかな。もうやめようかな、今日は。今日はもう終わろうかな。ありがとうございました。さあこれで攻撃しまして、まあ、4アビは全員のテンションが4じゃなきゃいけないので最初は使いません。はい。で攻撃します。一応、ビカラの奥義とかを打たなくても、まあ、主人公がこうやって奥義ゲージをガリガリに使っていって、主人公が奥義を打たなくても、ビカラの全体テンション4っていうのは十分達成できる数字だなっていうふうに思いました。はい。ズボボボボボボ。ズボボ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 。いいダメ出てます。これで奥義ぶちかまして、まあ、シスもね、奥義効果で完全回避とかがついているタイプの奥義ゲージが 100% になっていくキャラクターなので、うん、これでスローをぶちかましまして、ビートザマウス攻撃を回避したのでディスペルが発動しました。はい。
これで奥義を打ちかましまして 75% いくかな。はいはいはい、 79% いけるか。いや、いけないな。特殊技食らっちゃったな。いや待って、ビカラの3アミの奥義ゲージ上昇量アップ 50% の効果によってリッチョのスローがリッチョの奥義スローが一瞬にして入るようになってる。さあこれで奥義を打って、ニアビが発動したので、このニアビのね自動効果の追撃1回と、ダメ軽減と、おほー、いいダメ出てます。さあこれで 75% の特殊が飛んでくる。どうちゃん、はい、反撃ののろし、ゴーストマーチ、ズボボ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 、出すぎですこれ。さあこれでシスに追撃がついてますので、おいここからスローをぶちかましまして、やべえ、あれ3アビ、リッチョの3アビが、あー消えましたね。これビカラの3アビが、ビカラのリッチョにつけた3アビが消滅してしまいました。悲しいね。さあこれでただただまだまだまだ始まったばかりよ。まあ、こうやって見てみるとテンションの維持がね、まあ、テンション全体4っていうのは、まあ、いつか達成するなっていう感じ、俺の中の意見は。そう、いつか達成すんだけど、まあ、達成、なんか達成自体が、まあ、難しいシーンもあるかなっていう感じ。4アビに頼るのが、まあ、まずあんまりないかなとは正直ちょっと思った。リカラの4アビは上振れ要因、特にフルオートだったらね、としての採用が多いかなっていうふうに思いました。うん、まあ理由としては、まず4アビ自体が制御できないっていうのはさっき言ったと思うんだけど、制御できないなら、まあいつか、あった時に使えたら、まあいいダメ出ていいよね、ぐらいな気持ちで、好きな時に、好きなタイミングで使える。まあもしくはフルオートを使った際に、フルオートをした際に、それらが調整できるわけじゃないので、まあなんか、ビカラの4アビをなんか、依存するみたいな動きはちょっと難しそうかなって感じしたね。まあそういう意味で言うと、手動プレイだったら、手動プレイでも、まあ奥義特化構成、奥義特化構成とかにしないと、もうビカラの4アビをなんか使い切るのはちょっとなんか、いつでも好きなタイミングで使いますみたいなのはちょっと難しいのかなとか思ったりもしましたね。はい。さあこれで通常攻撃ぶちかましまして、はい。奥義ぶちかましまして、ういー、いいダメ出てまーす。さあこれで、まあ逆に言うとテンションアップの1回目が運が良ければ一撃でぶちかませるんで、もう1ターン目から、ぶちかますことができるから、まあちょっとやっぱそのあたりは制御できないなっていうのは正直な感想ですね。さあワイルドマギカを使っていく。テンションが2になりまして、はい、スポン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 。マジで主人公がいいでしょ。主人公がいいダメージ出しておりますな。さあこれで、おい、ズボボボボボボボ。さあ6砲の悟りが繰り出されまして、エキセントリックパレードも繰り出されまして、ミゼラブルミストは両方外れまして、1アビ打ちまして、レッツゴー、ストトトトトン、ストト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 ン。マジでリッチョに引けを取らない、少なくともワイルドマギカ中はリッチョに引けを取らないダメージ出せるの、マジでめちゃくちゃ強い。スロー入るか、さすがにレジストだよな、確かこの辺りは。虹フィッシャーズどっちしていく。どうちゃん発動、捕獲効果、反撃ののろし、はい、ビートザマウス、アビリティダメージが気持ちよすぎるんじゃん。で1アビ打ちまして、おい、あ、次ターンテンション4になるね。次ターンテンション4になるね。もう間に合わないね、もう倒れちゃうから間に合わないね。いや、これはリッチョのダメージで倒せるんじゃない？オッケー。ということでね、まあ、結構早いんじゃない？ 6 分とかじゃない？ 5分28秒。まあ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 、ほら、主人公のダメージ、いい感じよ。まあここら辺のフォローをしてくれておりますシャルは、ビカラさんになっておりますので、はい。まあ、ビカラ自体のダメージはもちろんだけど、そんなにめちゃくちゃ高いっていう感じじゃないよね。うん、
まあアシスト要因だな。全体に奥義ゲージをばらまいて、ディスペルばらまいて、まあ麻痺もばらまいて、はい、全体にダメージ軽減ばらまいて、 HP 回復ばらまいて、追加ダメージもばらまいて、もうばらまきすぎです。もうエキセントリックなパレードしすぎですっていう、まあ、このビカラね、とんでもないキャラクターなんですけど、まあ、ちょっとなんか可能性しっかり感じる、なんか有料十二神将というか、そんな感じがしましたね。まあ、ニアビの効果が、強化アビリティに変わるっていうのはなんかすごい、なんか今までになかった仕様だったんで楽しかったな。はい。そんな感じでした。皆さんもなんかご意見とかあったら下のコメント欄で教えてください。それじゃ、またお会いしましょう。じゃあねん。バイバイ。